こんにちは。元プロバスケットボール選手の堀田大輝です。今回は私が現役時代に行っていたシュートの練習ルーティーンを紹介したいと思います。解説も入れているのでぜひ最後までご覧ください。レッツゴー。最初はゴール下で3本連続でインします。3本目はスイッシュで決めよう。肘、膝、体の向きなど自分のシュートフォームを細かく確かめていきます。次は少し後ろに下がります。いきなり遠くからシューティングし始めてしまうとフォームが崩れやすくなるので必ずゴール下から行いましょう。次はフリースローから打ちます。3本目もスイッシュにするのはリングに当たらないように打つということは、つまり真上から落とし込むイメージで打たないといけないのでアーチをかける練習になるからです。シュートが安定してきたところで次は簡単な両足ストップシュートを行います。バスケットは横にずらしてシュートを打つ場面がとても多いです。しっかり真横に飛んで体幹がぶれないようにまっすぐ打つことを心がけよう。少しずつ試合を意識した練習にしていきます。次にワンツーストップシュートを打ちます。両足ストップより体のバランスを取るのが難しくなるのでしっかり2歩目でスピードを抑えて真上の力に変えてあげましょう。シュートがブレやすい状況をあえて作っています。しっかり3本連続で決めましょう。次に90度ターンしてシュートを打ちます。キャッチ&シュートのイメージをしっかり持って正面を向いた瞬間にすぐシュートまで持っていけるようにしましょう。この時に溜めてからシュートを打ってしまうと相手にブロックされる可能性が高くなるので90度ターン着地した瞬間にディップシュートの一連の動作を止めずに流れるようにシュートまで持っていきましょう。次にレッグスルーを3回してキャッチシュートを打ちます。ディフェンスを完璧に抜けたとしてもシュートする前にハンドリングミスをしてしまうとうまくシュートまで持っていけずに確率がかなり下がってしまいます。それを防ぐためにハンドリングをプラスしたシュート練習を行います。自分のできる限界の速さで挑戦しましょう。次にレッグスルーを3回して横にずれてシュートを打ちます。これまで練習した体幹を意識して真上に飛ぶシューティングやハンドリングミスをしないためのシューティングなど全ての練習をまとめたメニューになります。できるだけ早くハンドリングを行い横に飛んでシュートまでスムーズに行いましょう。少し難しいですが3本連続で決め切りましょう。お疲れ様でした。慣れてくるとゴール下でシュートなんてと思うかもしれませんが、シューティングは絶対にゴール下から行うようにしてください。この徐々に距離を伸ばしていくシューティングルーティーンは練習ではもちろん試合前のシュートタッチの確認にもよく使います。これをやるのとやらないのではその日のシュート確率が確実に変わってくるのでぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録頼むぜよ。またねー。